令和元年11月10日三重四日市ドームにて2019東海学生アメリカンフットボール選手権一部二部入れ替え戦、名古屋工業大学対南山大学の一戦が行われます。試合開始17時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホワイトバックスタンド側になりますのが南山大学、2部から勝ち上がったチームです。奥側からレッドのユニフォームが名古屋工業大学、1部からの登場です。この試合に勝った方が来年の1部となります。南山大学キックオフ、名古屋工業大学リターンで試合が始まります。プレーナンバー1-1、南山大学キックオフ。キッカー34番、名古屋工業大学リターン。名古屋工業大学陣30ヤードでボールデッド。ここから名古屋工業大の攻撃です。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃は1回をダウンと称し、回数に応じファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと言います。攻撃の権利は4回で10ヤード進み攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー1-2、名古屋工業大ファーストダウン10、ボールダウン自陣30ヤード。しかしこれは南山大のディフェンス集まりよく1ヤードロス。プレーナンバー1-3、名古屋工業大自陣29ヤードからセカンドダウン11。5番、ワイドレシーバー12番にパスを通し約4ヤードゲイン。
プレーナンバー 1-4 名古屋工業大サードアンセブン、ボールオン自陣33ヤード。パス不成功。クォーターバック5番、ワイドレシーバー81番にパス、しかしコントロールミス。パス失敗を元の地点に戻ります。フォースダウンとなります。プレーナンバー 1-5 名古屋工業大フォースダウン7、パントフォーメーションを選択します。キックによる攻撃放棄、陣地挽回を図ります。転がりよく南山大学陣10ヤード付近でボールデッド。攻守交代、南山大学の攻撃に変わります。プレーナンバー 1-6 南山大学ファーストダウン10、ボールオン自陣10ヤード。1回目の攻撃、残り距離10ヤードを指します。のオプションピッチ、左オープンに展開しましたが、ゲインは約1ヤード。ボールを持っている選手が膝をついたところを攻撃1回とします。プレーナンバー 1-7 名古屋、南山大学自陣12ヤードからセカンダウンウェイト。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、キャリア7番、しかしこれは対応され、ノーゲイン。サードダウン3回目の攻撃に変わります。プレーナンバー 1-8 南山大学サードダウン8、3回目の攻撃、残り距離8ヤードを指します。ボールオン自陣12ヤード。8ヤード前進しないとフォースダウンとなります。13番、パスを投げようとしてスクランブル、約6ヤード減しておりますがフォースダウンとなります。プレーナンバー 1-9 南山大学フォースダウン3、パントフォーメーションを選択します。キックによる攻撃放棄、陣地挽回を図ります。このパントは名古屋工業大学陣43ヤード付近でボールレコ、攻守交代です。1-10名古屋工業大学ファーストダウン10、ボールオン自陣43ヤード。中央へのランプレー、
しかしここでボールをファンブル、判定を待ちます。幸い自ら抑えております。キャリア26番、プレーナンバー1の11、名古屋工業大セカンドダウン2、ボールオン相手陣49ヤード。ダイブプレー、キャリア44番、ファーストダウン獲得です。1の12、名古屋工業大相手陣42ヤードからファーストダウン10。名古屋工業大ファーストダウン、ランニングバック26はハンドオフから左オフタックル駆け上がりファーストダウン獲得。プレーナンバー1の13、名古屋工業大学ファーストダウン10、ボールオン相手陣28ヤード。再び中央へのランプレー、しかしこのランによるゲインは1ヤード。プレーナンバー1の14、名古屋工業大セカンドダウン8、ボールオン相手陣26ヤード。難関外ナイスプレー、難学26番、トスを受け右へのスイーププレー、しかしこれは難関大学アジャストし約5ヤードロス。プレーナンバー1の15、名古屋工業大相手陣31ヤードからファーストダウン10。ランザン大学ナイスです。ランニングバック26番、ハンドオフから左オフタックルを狙いましたがゲインは3ヤード、フォースダウンに変わります。プレーナンバー1の16、名古屋工業大学フォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。パンター2番、このパントは南山大学陣15ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。1の17、南山大学ファーストダウン10、ボールオン自陣15ヤード。南山君10番、ハンドオフから左オープン展開し約8ヤードウェイ。
プレーナンバー1の18、南山大寺陣23ヤードからセカンドダウン2。中央エラーープレーキャリア26番しかしノーゲイン。プレーナンバー1の20名古屋工業大学相手陣17ヤードからセカンドダウン点。2回目の攻撃残り距離10ヤードを指します。パス不成功。クォーターバック5番ワイドレシーバー81番へのパス、しかしコントロールミス。サードダウンに変わり、セカンドダウンに変わります。サーダウンです。失礼しました。プレーナンバー1の21名古屋工業大学サーダウン点。ボールを相手陣17ヤード。しかしこれは南山内ディフェンス踏ん張り、ゲインは2ヤード。プレーナンバー1の22名古屋工業大学フォースダウン8フィールドゴールフォーメーション、キックによる3点を狙います。キッカー14番、キックレングス31ヤード。3点獲得、名古屋工業大学3点、南山大学0点。プレーナンバー1の23名古屋工業大学キックオフ、先ほど得点を挙げた名古屋工業大学のキックオフで試合再開です。キッカー88番、スクイブキック南山大リターン。南山大陣30ヤード付近でボールレッド。プレーナンバー1の24南山大学ファーストダウン点。ボールオン自陣31ヤード。
学区ならばハンドオフから右奥タックルを駆け上がり約6ヤードゲイン。プレーナンバー1の25、南山大学セカンドダウン4、2回目の攻撃、残り距離4ヤードを指します。ボールオンリディン37ヤード。クォーターバック19番、ハンドオフプレーから自らキープ試みましたが、これを名古屋工業大学が大きくチャージし、大きくロス。プレーナンバー1の26、南山大学サーダウンペン、ボールオン自陣31ヤード。パス成功、ファーストクォーターバック19番、ワイドラシーは13番にパスをヒットさせ、ファーストダウン獲得です。27、南山大学ファーストダウンテン、ボールオンハーフウェイ。キュービーサーク、クォーターバック19番、パスを投じようとしましたが、これを名古屋工業大学がキュービーサーク、6ヤードロス。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、名古屋工業大学3点、南山大学0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1第2クォーターを前半、第3第4クォーターを後半とします。第1第2第3第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウトとポジショニングをリセットして試合を行います。